はい、どうも衆議院でございます。今どこかというとですね、福岡空港でございます。はい、今日ね、5月の15日の、朝の今ね8時35分ぐらいです。はい、でね、今からね1泊2日で、好きなもん食べに行こうということで、うどん、ラーメン、水炊き、もつ鍋、明太子丼、まあなんかねいろいろね、思いついたままね、食べていこうと思っております。ではどんな旅になるんでしょうか。はい、一泊二日福岡着いた俺の旅の始まりです。それでは空港前のね平野という天ぷら屋さんに行きたいんですけど、10時半にならなかったら開かないんで、ちょっとね空港の中でね先にねうどんを食べてみたいと思っております。行くのはね、2階にあります稲葉うどんさんです。これごぼ天うどんを食べたいと思います。久々ですね。はい、稲葉うどんで、うどん食べてみましたという感じでございます。はい、九州のねうどんはね、コシがなくってやわやわなうどんでございますが、食べたらめっちゃ美味しかったでございます。はい、じゃあ2軒目いきます。はい、もっとね空港から近いと思ってたんですけど、ね2キロ弱ぐらいあるみたいですね。2、30分ぐらいかかる感じでちょっと今歩いております。はい、まあね、ご飯とご飯の間ね、今回短いと思うのでちょっとね運動がてらこうやって歩くのもいいんじゃないかなと思っております。それでは、はい、2キロもね歩くの嫌やっていう人はですね、あそこ平尾なんですけど、こちらバス停ですね、関田海岸かなというようなバス停がございます。はい、割とね本数もたくさんあるのでいいかなと思います。歩きたくない方はですね、バスで来てみてください。はいはい、これこれ、こんな感じ、いいですね、懐かしいな。もうライブと並んでる感じですね。今15分前で、
はい、どうも、福岡の旅2軒目はですね、平尾山に行ってきましたという動画になりました。もう地元の人たちの大人気店ですね。でですね、美味しかったです。揚げたてをね、順番に出してくれるという感じでですね、全然ね、高くないしね、イカの塩辛美味しいですしね、はい、あれおかわり自由なんですけど、ご飯をね、小盛りにしちゃったんで、全然おかわりしなかったですけど、お腹いっぱい食べるんであれば、ご飯をね、中盛りか大盛りにしてですね、塩辛ガンガンいっちゃってもらうとですね、満足度がもっと高いんじゃないかなと思っております。ということでですね、車の方が便利だと思うんですけど、もしね、福岡を来られた際にはですね、ちょっと寄ってみてはいかがかなと思います。それではね、JR 博多の方に出ていきたいと思います。On the road, headed back to New Orleans. Traveling in the country, past old timey scenesBig birds were singing in a tall willow tree. Mighty fine. Three words written on a paper bag. I miss you was written in a message in black. Thrown in a van, 2,000 miles back. A better time.じゃあね、福井道楽をですね、再開したいと思います、博多の駅からですね、約1キロちょっと歩いてきました。15分ぐらいですかね、私が行きたかったのはこちらのラーメン屋さん、博多ラーメン博多屋さんでございます。チェーン店でね、4店舗、5店舗、6店舗なんかそれぐらいはやってるんですけど、朝ね、多分ね、まだ6時からやってると思います。一杯ね、結構安かったと思います。替え玉もして500円いくかいかないかぐらいやったような気がします。前来た時ですね、朝どこも空いてなくってですね、6時ぐらいだと思うんですけど、こちら入った時にですね、やっぱりね、いい感じやったんで、来てみました。またということでですね、行ってみたいと思います。Two pictures buried in a guitar case. Underneath the music sheets all over the place. I caught a glimpse of the sweetest girl's face I ever knew. And how many souls and times that I've told places that haveAnd how many days we had could have stayed instead of just getting up to leave and giving we made time I'll meet you down.If they never seem to come or to go, find me in your memory to keep you from getting so low. はい、ということでですね、博多屋さんでラーメン食べてきました。はい、こんな感じでしたね。ラーメンが290円でございました。はい、そしてね、替え玉が100円でですね、お腹いっぱいになりました、ラーメン1杯と替え玉で390円という安さでございます。いい感じですな。はい、
ちょっとねさっきホテルにチェックインしてこようと思っております。今も3時過ぎでございます。3時15分ぐらいでございます。はいどうも。ちょっとねホテルに入るとですね、寝落ちしてたみたいで、今ね、20時を回ったところでございますが、もつ鍋屋さんに向かっております。はい到着したみたいです。アパホテルのね下に入居しております。本店がね本店は天神みたいなんですけど、楽天地ということで行きたいと思います。こちらです。鍋食べてましたという動画でございます。はい、もつ鍋の後ね締めでねちゃんぽん食べたかったんですけど、さすがにねちょっとね今日ね食べ続けてるんでお腹いっぱいになっちゃいました。はい、またリベンジしたいと思います。はい、ということで1日目これにて終了ということでですね、はい、明日もね7時からね行きたい店がございます。明日もね続きますんで、今日はね、まだ9時21時30分ぐらいですが、ホテルに帰ってゆっくりしたいと思います。それではまた、後半も見てください。さようなら。